皆さんこんにちは、スイーツチャンネルのあんみつです。昨日の動画にはたくさんのコメント本当にありがとうございました。1個目の動画、2個目もそうなんですけど、ダイエットに関する皆さんの知識がコメント欄にものすごいたくさん詰まってて、ダイエットのポイントがほとんどつかめちゃうぐらい素晴らしいコメントたくさんいただきました。本当にありがとうございます。で、今日はダイエット2日目なんですけど、ちょっとあえて寒いですが体型がわかる半袖を着てきました。太らない体質なんですかとかいっぱい聞いていただくことがあるんですけど、その都度個別で太ってますよとか太りますよとか返させていただいてるんですけど、あまりその個別で返す効果がなくて、もう次々同じような内容で太らないんですかとかいっぱい質問いただくんで、今回動画にしたのはその本当に太るんですよということをお伝えしたくて、あと太った後どう調整すれば戻るかっていうところもお見せしたくて、昨日の朝の動画も撮りました。で、昨日の朝の動画はダイエットの内容というよりは、 YouTube でたくさん食べた次の日のいつものリセット方法をご紹介したような感じの動画になりまして、ダイエット食はお昼から始めました。で、今日は2日目の朝なんで、昨日の食事を振り返りながら今からお話しさせていただけたらなと思います。で、昨日は朝食の内容にたくさんのご指摘本当にありがとうございます。私サプリメントを昨日の動画でご紹介した通り7種類とってたんですけど、それは減らします。サプリを取りすぎると逆に良くないこともいっぱいあるみたいで、特に肝臓が壊れてしまうということが起こるそうです。コメントくださった方本当にありがとうございます。これからはこれだけは必要かなと思うものを適度に取っていきたいと思います。その適度も難しいんですけどね、私なりにうまく病気になりにくいように調整しながら頑張ってみたいと思います。で、早速ダイエットの内容にお昼から入っていったんですけれど、1本目の動画をアップした後にお昼はこちらをいただきました。サラダとバナナとアーモンド、そしてサラダにアマニ油っていうオイルをかけていただきました。この時はまだそこまでお腹がグーグーじゃなくて、ちょっとお腹空いたかなっていう程度だったので、とりあえずこれだけ食べとこうっていう感じで選んだものです。ですが後から考えたら、これに納豆とか鶏肉とか一緒に食べればよかったなと反省しました。タンパク質大事ですもんね。そしてまた2本目の動画を編集したりとかして、夕飯のちょっと前ぐらいにこちらをいただきました。さつまいも、前ふかしといたものがあったのでそれをいただきました。で、2本目の動画を作り終わってアップして、さあ夕飯作ろうと思って、皆さんからのコメント見ながら夕飯作り始めたんですけど、コメント内容がすごくて、こうするといいよっていう内容を本当にたくさんいただいて、それを参考にしながらいろいろ料理してたら、作り終わったのが9時半回ってしまって、本当は夜食べるのはダイエット中は良くないよなとかいろいろ葛藤しながら、健康のためなら今ここで食べちゃうんだけどどうしようかなってすっごい悩んだんですけど、今回は自分で1週間っていう期限を決めたので、作った夕飯我慢してみようかなと思い我慢しました。3本目作りかけてた動画があったので、それを夜中の1時ぐらいまで作って、終わった頃にまたお腹が空いてきてしまって、夜食にこれを食べました。作っておいた味噌汁です。この味噌汁だけで過ごし、そこから筋トレして、筋トレっていうか有酸素運動も含められた筋トレみたいな、もも上げ運動、あとスクワットやってみました。結構鍛えられて、そして寝て今に至ります。なので今お腹ペコペコです。昨日用意した夕飯を持ってきたいと思います。じゃん、
こんな感じでご飯用意してきました。7品用意しました。と1つ目こちら野菜サラダ、だいたいこれ毎日山盛り食べてます。こちらが作り置きしているひじきと人参と油揚げの煮物です。たまにこれに大豆を入れたりもします。でこちらがほうれん草のごま和えです。見えにくいかな。ほうれん草のごま和え、黒ごまと白ごまがまぶされてて、醤油と砂糖とみりんで味付けしてあります。こちらが鶏レバーを甘辛く炒めにしたやつで、これは今朝作ったゆで卵でリンゴです。リンゴ入れると8品ですね。ちょっと切れてるんですけど、麻婆豆腐っぽいものです。ぐちゃぐちゃになっちゃった。人参とえのき1パック、あと豚じゃなくて鶏肉を皮取って手で叩いてひき肉っぽくして作りました。で豆腐昨日はまだまともだったんですけど砕けてしまいました。汚くてすいません。味噌汁はじゃがいもと大根の葉っぱと大根と人参と玉ねぎが入ってます。今日の食事はこんな感じです。一応ダイエット意識してご飯は持ってきませんでした。朝ごはんなんで青汁飲もうと思います。これ乳酸菌も入ってるので、ちょ続けた方が腸のためにはいいかなと思って、今日は2杯だけ入れたいと思います。牛乳を温めてるので、シェイカーだと爆発しちゃう可能性があるため、今日はスプーンで混ぜます。ではいただきます。あ、昨日より全然美味しいです。やっぱ2杯ぐらいが飲みやすいですね。ではいただきます。サラダにアマニ油っていう油なんですけど、体にいい成分がいっぱい入ってるので、タラッとくらいかなかけてます。にっていう種子の油なんですけど、ナッツみたいな香りがしてすっごい美味しいです。いただきます。そうだ、前コメント欄で果物から先に食べた方がいいですよって聞いて、いただきます。お味噌汁いただきます。本当に昨日はコメント欄でいっぱい教えてくださってありがとうございます。私多分コメント読んでなかったらこんなに用意してないですし、味噌汁とご飯と納豆とキムチぐらいで夕飯終わらせてたと思うんですよね。でも皆さんからたくさん体にいいもの教えてもらったので、こうやって準備ができました。で私が今日意識したのは、
タンパク質いっぱい使うこととサプリの鉄分をやめようかなと思って、こういったレバーとかほうれん草を取り入れてみました。麻婆豆腐に鶏胸肉丸々1個使って作りまして、あとかさ増しで、ちょっともうお腹いっぱいなんですけど、かさ増しでえのき入れてみました。でちょっと見えなくなってるんですけど、豆腐が入ってたり、あと卵を用意してみたりとかしました。でレバーもビタミン A とか取れて、これからの季節風邪をひきやすくなるので抵抗力つけられるように意識して用意してみました。本当にありがとうございます。ちゃんとね、健康で動画を配信できるように、甘いもの好きなのはもう外せないんで、これからもアップしていくんですけど、それ以外の食事、普段動画以外でもお菓子食べまくってたところやめて、こういう食事に変えたりとかしていきたいと思います。麻婆いただきます。美味しいかな。肉肉しい麻婆だ。で、麻婆言ってるんですけど、これ私辛いの得意じゃないので、勝手にアレンジして甜麺醤と豆板醤なしで、普通の味噌と砂糖ちょっとで作ってます。あと鶏ガラちょっと少なくなっちゃったのでウェイパー入れました。美味しい。思い出したんですけど、私今日の朝の体重まだ皆さんにお知らせしてなかったです。今朝の私の体重はこちらでした。落ちてましたけれど、食べる時間が過ぎちゃって食べ損ねちゃったので、健康な食生活になってしまいました。ちゃんと食べて痩せてればよかったなっていう感じがします。なので体重は減ったんですけど、筋力とかも微妙に落ちてると思います。そう、体脂肪についてごめんなさい、私昨日話した内容でこれは自分ではピンチだって言ったんですけど、何がピンチかというと、私動画を始めた頃体脂肪19から21までの間だったんですよ。それが23だったかになってしまったので、これはピンチという感じで表現しました。ごめんなさい、誤解を招くようなこと言ってしまってごめんなさい。私すごい筋肉質なんで、体脂肪率で言えば低めの方なのかもしれないんですけど、体脂肪が増えちゃったっていう結果が自分なりに反省すべき点だなと思って、これからは脂肪をためないように長期的に筋力をつけて健康体で YouTube 活動していこうと思います。急激に増えたりとか食生活の変化によって急激に増やしてしまった場合は見直す必要があると思います。普通に生活しててそうなったで変化なし、標準範囲内だったら全然大丈夫だと思います。体重も私は動画を始めた体重に戻したいと最初から思ってたので、この体重の目標を設定しました。甘いものが好きなので、その中でも健康に意識して甘いものも食べるけど他の食事で気をつけられる習慣をつけていきたいなと思ってます。ほうれん草いただきます。
美味しい。ごちそうさまでした。これからもこんな食事を心がけながらやっていこうと思います。今日はいっぱい食べたので、これから運動がてら用事を済ませていきたいと思います。コメントで何か用事があるときにそこまで歩いていったりとか、何駅か歩いたらどうですかとかいただいたのもあり、じっくり考えてみたら、あ、運動できるじゃんと思って、今日はちょっと動いてこようと思います。あといっぱい運動のできそうなサイトを紹介してくださったりとかして、まだちょっと見れてないんですけど、本当にありがとうございます。ガチガチの運動は本当に苦手なんですけど、ちょっと覗いてみようかなと思います。なんか一緒にダイエット頑張ってみようかなって言ってくださる人もいて心強かったです。私もここで動画で出してなかったらすぐ自分の中で甘えちゃっておやつ食べたりとかしちゃってたと思うんですけど、昨日も完食することはなく頑張れましたし、1週間頑張ろうと思いますので、一緒にやろうかなって思ってくださった皆さん、今ダイエット中の方、一緒の気持ちで頑張れたらなと思います。いろんなご意見本当にありがとうございます。今日も良い一日を。